こんにちは。検診官で英語を担当しています徳本と言います。今回はですね、兄弟英語の難単語にチャレンジしていただきたいと思います。この動画を見てくださっている方々はですね、京都大学に興味があったり、京大に行きたいなと思ってくださっている方がたくさんいらっしゃると思います。なので今回は、京都大学で実際に出題された難単語に挑戦していただき、その正答数によって皆さん評価させていただきたいと思います。早速ですね、問題を解いていただきたいと思います。マックス3分ほどで答えてみてほしいと思います。問いの1から5は純粋に日本語の意味を1つ、6番7番は日本語の意味を2つ複数答えていただきたいと思います。8、9、10は英語に直すという形でお願いします。9番はですね、頭文字をもつけてありますので、それをヒントに答えていただきたいと思います。そうしましたら、一旦動画止めていただいて、問題を答えてください。答え終わったら次の動画に移っていただきたいと思います。はい、ではですね、回答を言っていくんですが、ただ、全ての回答を提示するだけでしたら芸がありませんので、役に立つ解説を一緒にお伝えしていきたいと思います。この解説を聞くことによって、でさらに、提示させていただいた単語を、皆さん暗記していただいて、他のライバルたちよりも少しでも、単語を暗記していただいて、京都大学合格に近づいていただければと思います。では1番からいきますね。1番、サイカイアトリーというふうに発音します。精神医学という意味です。矢印の先をご覧ください。この最初にあるこの最古のような部分ですね、こちら精神を表す接頭辞になっています。例えば皆さんが身近な単語でいきますと psychology 心理学、これとリンクさせて覚えていただくと覚えやすいかなというふうに思います。続きまして2番3番を同時に提示させていただきます。2番 humility 謙虚さという意味の単語です。皆さんの知っている単語とリンクさせるならば、矢印の先 humble この謙虚なというもの と、形が似ているのでリンクさせると覚えやすいかなというふうに思います。3番メンバーというふうに発音します。これちょっと発音難しいですね。回顧録というふうな意味があります。こちらもですね、覚えるときはですね、矢印の先メモリー、この MEM のこの接頭辞ですかね、これがちょっと記憶のイメージがあるかと思いますので、メモリーとリンクさせると覚えやすいかなというふうに思います。続きまして4番5番を同時に提示させていただきます。4番、ストーク、植物などの茎とか幹の意味になります。こちらですね、なかなかに似ている単語っていうものがありませんでして、似ているものからの連想も難しい単語となっています。こういうのももちろん出ますので、純粋に今覚えていただきたいと思います。はい、5番目いきます。 underutilize 何々を十分に使わないという意味です。でこちらですね、 under の部分と utilize の部分で切り離してみると分かりやすいかなというふうに思います。矢印の先 under は低いとか低く、 utilize これ重要単語です。絶対に覚えておいてください。利用する、使うの意味があります。なのでイメージ低く、利用するのイメージ、これをくっついていただけると、十分には使ってはいない、もう低く使っている、十分には使っていないというイメージで覚えていただければと思います。矢印もう一個の先見てください。なのでそもそもユーティライズを知らないと推測すらできません。基本的な単語の意味を、覚えているかどうかの確認もお願いします。続きまして、6番目、意味を2つ書いてくださいと言ったものになります。 illuminate、1つは例えば何々を照らすとか光を当てる、でもう1つはですね、何々を明らかにする、いやもしくは説明するなどの意味、そのような意味がね、2つ書けていたらいいかなというふうに思います。で、京都大学の過去問ではですね、矢印の先1つ目、この2つ目の意味の方が問われたということです。2つ目の意味、この明らかにするなんですけれども、例えば1個目のテラスでしたら本当に光を当てるイメージなんですが、
明らかにするの方は、例えば問題や事柄を明らかにする、そういった文脈で使われる意味合いになります。もちろん光を当てるから連想ゲームしてもらってね、明らかにするは、イメージは湧くかもしれないのですが、そもそも知っているっていう人の方が明らかに早く問題の処理ができます。和訳の処理ができますので、矢印の2つ目、多義語理解の力がある学生、それが欲しいということが、伺えます。もちろんこのイルミネートがイルミネーションのイメージありますので、1個目は覚えやすいんですけれどもね、この問題を明らかにしたりという意味合いはですね、イルミネーションのイメージだけだとちょっと辛いことがあるのかもしれないです。はい、どんどんいきましょう。この7番目、これはかなり難しいと思います。プレイン、パッと見た瞬間にですよ、先生これ簡単じゃないですかと一瞬思ったかもしれないですが、もう一度言います。6番7番は意味を2つ書いてください、答えてくださいというふうに言いました。プレインもしくはよくあるパターンはエアプレインでね、書かれる1個目の意味、飛行機、これは確かに簡単だと思います。ですが、2つ目の意味ご覧ください。プレインの、名詞2つ目の意味、平面とか水準、イメージレベルのイメージで使われる意味、これの2つ目の意味が京都大学で問われました。出た出題された形、下線が引かれた、部分はですね、こういった形です。矢印の2つ目ご覧ください。 The plane of the solar system. The plane of the solar system. ソーラーシステムは太陽系で、このプレインがくっつくことによって太陽系平面というふうな意味で出題をされていました。これを飛行機から類推するのはかなり厳しいと思われます。なので、そもそも多義語知っている人の方が圧倒的に有利だということがわかります。この機会に覚えてしまいましょう。この文脈、このフレーズが、ね、出た文脈はもちろん宇宙のお話です。続きまして8番9番10番をですね、一気に見ていきたいと思います。この3つ、この単語3つともですね、和文英訳英作文の中で、出された、フレーズになります。8、歌詞ですね、Lyrics、知っていればもちろん書けるんですけれどもね、知らなかったらなかなかに何かから導き出すのは難しい単語ですよね。 Lyrics、 これね、書けるようにしておいてください。9、必死の、 D から始めるというふうに言っていたので、Desperate、 この Desperate を書くようにしてください。綴りも込み込みで、意識するようにしておきましょう。10番目です。星座、Constellation、という表記の仕方をします。で、こちらなんですけどもね、やはりそもそも知っていないと、例えば先生、星座って星の集まりだからスターに S をつけたスターズで逃げ切れるのでは、本当に逃げ切れますか。星座というのはいろんな星が、集まってある形を成していたりするというちゃんとした意味合いがありますからね、それをスターズ、星の複数形で逃げ切れるわけはなさそうですよね。なので矢印の先、純粋に知らないと書けないですから、これを機会にぜひともこちら覚えてください。綴りも、意識した、単語練習をしておきましょう。はい、全体の模範解答例を、提示させていただいています。丸付けなりね、していただきたいと思います。さて皆さん、何個正解していたでしょうか。特に6番7番などはですね、大体合っていれば、丸していただければと、2つ当てて1つ丸というイメージですかね、していただければと思います。最後評価いきたいと思います。はい、10問全部正解の方、もうかなり優秀です。 S ランクでしょう。8問から9問正解の方、よくできてると思います。 A ランクでしょうか。6問7問正解の人は、悪くはないです、まずまずかなと。で、4から5問正解の人、 C ランク、まだまだかな。で、3問以下の人はという感じです。はい、今回はですね、京都大学で実際に出た難単語にチャレンジしていただきました。検診官ではですね、京都大学に特化した、講座、京大スパルタンという講座をやっていたりしますので、興味ある方はそちらもご確認いただければと思います。今回はご視聴ありがとうございました。